おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は4月の19日の水曜日です。お題がこちら。注目発言、米景気交代来ないということで話をしていきたいと思います。これはある方の発言に注目をしました。米景気のリセッションは来ないというふうに言い切りましたので、 その理由についいいいてて確認をしていきたいと思いますもちろん今日出た経済指標や決算発表等も含めて見ていき最後の指数の売買戦略までご注目いただければ嬉しいですよろしくお願いしますということでこのチャンネルでは最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標で更新をしていきます皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルになりますぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれでは昨日の振り返りやっていきましょうまずは日本株 なんですすがが上昇が続いております日経金トピックスは続進マザーズ反発という形になりました終値ペースで見た日経金株価年初来高値を更新してきたまたトピックスやマザーズに関しましてもとある節目を超えておりますので最後の指数の売買戦略ぜひご覧いただければなというふうには思っておりますただ主力どころで見ると東京エレクトロンアドバンテスト信越科学工業この辺の下落が目立っておりましたが ただ、機械、電気機器なんかの上昇は続いてるんですね。で、昨日上昇が目立ったのは水産農林とか、その他製品、ゲームとかですね。 情報通信、小売り、銀行、多くの業種で買われているという状況でございます。そしてアメリカ株見ていきましょう。こちらは3時28分時点ですが、終わりに皆さんも確認していただきたいんですが、高安、まちまち、ほとんど前日比で動いていないという状況です。欧州株は堅調に動いております。業種別のヒートマップ見ると、ナスダックセクター別では銀行セクターが下落しています。ただ、 S&P セクター別では金融はそんなに下げてません。この辺また難しいところですかね。全体で見ると半々ぐらいといった形です。ニューヨークダウンの中では決算発表、ゴールドマン・サックスとかジョンソンジョンソンなんかが絡んでますが、少し下落してるかなというレベルです。 ナスタック100見ると NVIDIA の上昇目立ちますかね昨日下落が目立ったアルファベット続落という形になってますがこちらは半々ぐらいかなといった印象です日経先物3時20分時点で38円のマイナスになってますドル円134円の0 2000といった形原油は80.89 ビックスまた落ち着いてますね16.7まで来てます長期金利も今日は落ち着いています3.572ラッセルは少し下落ソックスは上昇で日経先物38円のマイナスです暗号資産も今日は堅調に動いているようですそれでは見ていきましょう要人発言に注目米景気のリセッションは来ないその理由はということで話をしていきたいと思いますまずはこちら アメリカ時間が始まった後の日経新聞になっております。決算受けゴールドマン下落ということだったんですが、注目の決算としまして、今日の相場が始まる前 ゴールドマンサックス証券と一部金融機関の決算発表が続きましたアメリカ時間が始まった後は3%前後の下落だったということでちょっと大きめな下落だったということですかねで13月期決算ということで第1四半期なんですが市場予想を下回って言い気した売りが出ているジョンソンジョンソンなんかも下げているということですまた中国の GDP が良かったよなんてうそんな話もありますね ゴールドマンサックス証券ですが13月期なんですけども他社が稼いだ債券トレーディング業務の波に乗れず全体の総収入もアナリスト予想を下回ったということでしたただゴールドマンサックス証券のチャート冷やしチャートで見てみますとこれ要線なんですね。 で先ほど3%前後とありましたが、僕が見た時間では1.51%、だいぶ戻してますので、そこまで大きな下落にはなってないかなといった印象です。それよりもどちらかというと、ナスダックセクター別で見た銀行株下げてましたね。これ、S、S&P500 のヒートマップなんですが、リージョナルっていうのは地銀ですかね。この辺の下げが少し大きいのが気にはなりましたが、まあ、そこまで大きな下落にはなってない。こちらも同じですね。 そして経済指標で見ますと中国の GDP の話がありましたね予想を超えてきた前回を超えてきたということではありますが じゃあ、香港反戦指数が上がってるかって言ったらそうでもなく、また日経新聞の中では、キャタピラー、ハネウェルが買われてるなんてことが書いてあるんですが、ニューヨークダウンのヒートパンブを見ると、この2つ下落してるんですね。そこまで大きな影響にはならなかったのかなというふうには思っております。そして、他の発表としまして、住宅着工件数というのがありましたね。21時30分ということですで。こちらは予想を 超えてきたとといいいうう形になりままししたた堅調言っていいんでしょうかただ、集合が大きく下げていて、一戸建てが増加して、それで全体で見るとマイナスなんですけども、予想は超えてきたという形になりました。21時30分ですね。この時間帯、どんなことが起きたかというと、ドルが上昇してます。金利が上昇してます。青い線ですね、ダウの CFD なんですが、ここはもほぼ横ばいけ。株価にとってはそんなに影響力は持たなかったかなと思います。ただ 夜の11時以降でこう。銀利がぐーっと下がってる場面がありますね。まあ、この辺で何が起きたのかな？なんてことを考えてみるとということで、これが要人発言ですね。 よく出てきますよね。セントレイスルーンのブラード総裁の発言なんですがね。米景気後退、落ちいらずということですね。今日はこの言葉を借りましてタイトルをつけましたという内容です。このロイターの記事見てみますと、近い将来、アメリカがリセッションありますかなんてことに反論してますよということですね。その根拠としましては、まず雇用は堅調ですということですね。 なんで、リセッションに陥る予測する時期じゃないと、景気交代にはならなそうだっていう、そんな話です。で、その理由としましては、銀行の危機に発展するかしないかということで、セントレース連銀ンンの金融ストレス指標などに現れるはずだというふうに言っているんですが、この指数が今のところはゼロだってことですね。金融危機が起こるならば、これが4か5になるだろうってことだったんですけども、まあ、ロだから、多分金融危機っていうか、 銀行危機みたいなものは起こらないだろうということですね。まあ、それでいて雇用が堅調で、かつ、インフレもちょっと落ち着いてきてるよねっていうことなので、まあ、危機答えにならないんじゃないかっていうね、まあ、ちょっと納得性はあるかなというふうに思いました。で、さらに引き締めサイクルが終わりに近づいていることにも同意をしているということなんですね。 ただしです。同水準を0.5%上回る5.5から5.75への利上げが必要だということで、1回じゃなく2回はやった方がいいぞと。それを長期かつ高水準で維持した方がいいぞという話でございます。まあ、株価にとってはプラスなのかマイナスなのか、なんとも難しいところではありますが、景気後退にならないというのは一定の安心感につながったんじゃないでしょうか。他の方の要人発言もあります。アトランタ連銀のボスティック総裁ですね。 この方は2回ではなく、あと1回の利上げで十分だと、その後は一歩下がり、我々の政策が経済全体にどのように波及しているかを確認するに十分だろうというふうにしています。ただ、こちらもですね、金利を長期間据え置く必要があるよということで、まあ、タカ派なのか、ハト派なのかは、本当に捉え方によって違ってくるかなと思います。ただこの2つのつ発言を通して 米長期金利はどちらかというと落ち着きましたね。前日比で見るとマイナスということになり、まあ、ハイテク株含め安心感があったのかなというふうに思います。そしてやはり注目は今後も決算ということになりそうです。日経後には日にははネッットフリクスでたとか明 テスラが発表になる IBM が発表表ににななるる IBM ということですから、まあ、この辺にしっかりと注目をしておきましょうということで最後にテスラの冷やしチャートもチェックしておきましょう現状はですねここうそうですね2ヶ月間ぐらいはもみ合ってるような水準ですかね雲の中にいて雲を越えるかどうかっていうところにいますので、まあ、決算をきっかけに 上か下かどちらかに触れる可能性はあるかなというところで注目をしておきたいなと思います。ということで今日の動画のまとめです。米株まちまち主力決算で下落もプラス圏に何が起きたというところからゴールドマン・サックス決算で 下落も下げは限定的だったし、地銀が下落しているところはちょっと気になるところではあるんですが、住宅着工件数がマイナスだったんですけども予想を超えてドル高に行きましたということですね。で、今日のタイトルになっていたブラード総裁の発言。 雇用強いし、金融ストレス指標ゼロだし、景気後退来ないんじゃないかっていうね、そんな発言ですね。これは一定の安心感みたいなものを与えたのかなというふうには思っています。それによって米株は待ち待ちになったんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけどもね。それよりもやっぱり市場としては決算に注目をしているということで、ひとまず引け後のネットフリックス、明日にはテスラや IBM の決算が出ますので、ここには注目をしておきましょう。それでは、 指数のの売買戦略冷やしの一目金好評プラス、SI、を使っててみいいいきたいと思いますはい。まずは日経金株価です。日経金株価、本当に強い状態が続いております。今日もどうですかね一応先物3時半ぐらいではね、マイナスになってましたけども、ほぼ横ばい圏で、昨日終わり値ベースでは年初来高値を更新してますので、あとはまあザラバベースで年初来高値を超えてくるかっていうところですかね。ここ注目をしておいてもいいと思います。トピックス見ていきます。トピックスも好調さが続いておりまして、あるサインが出ています。それが何かというと、 地ースパンが26日前の株価を超えるというものですね直近大きく上げてきたことを意味してましてこれは明確な買いサの一つなんですね日本株の好調さを表しているんじゃないかなというふうに思いますのでまあ、今後もそれが続くかどうかまたここですよね3月9日の高値に対してどこまで近づけるかどうかこの辺に注目をして見ていきたいと思いますマザーズに関しましても トピックスと同じく地高スパンであるとかあとは直近高値を超えてきてそして雲も超えておりますのでかなり強いという状況になってまいりましたこの流れが続くのかどうか今日はしっかりと確認していきましょう。 ニューヨークダウを見ていきます。ニューヨークダウは今4時33分まで時間が進みました。一応マイナス券に入っております。マイナス0.03%ということにはなっておりますが、ちょっと引けまで見てみないとプラスで終わるかマイナスで終わるか何とも言えないですが、今のところは横ばい券。やはり注目は決算ということになりそうです。A サンド B500 は高いところから始まっての因線で、 今のところ0.03%のプラスということになってますね。まあ、ひとまず高値を一度この辺の直近高値を更新していること自体はいいことなんですけどもね。引けまでしっかりとチェックしていきたいと思います。こちら、ナスタックも同じですね。高いところから陰線をつけているということで、まだ上がるには材料不足といった形でしょうか。今のところはマイナスの0.11%ということになっております。ラッセルもまだ上がりきれないっていう形なんですがね。 昨日の時点でね、地高スパンは超えているので上昇を期待したいところではあるんですが、まだまだ慎重に見ていくべきなんでしょうか。しっかりとチェックしていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、アメリカの景気後退が来ないということで、ブラード総裁の要人発言に注目をしてみました。内容を振り返りをして終わっていきたいと思います。こちらがアメリカ時間が始まった後の日経新聞になっていて、 主にはゴールドマン・サックス証券の決算について話が入っております。また中国の GDP が良かったようなんて話もありますね。でで実際にゴールドマンサックス証券ですが 債券トレーディング業務で波に乗れなかったから他社に遅れちゃったねということでございましたただ冷やしチャート見ると大幅安から要線で切り返してますのでそんなに大幅安にならなかったという形ですねそれよりもどちらかというと地銀が下げていることが気になるかなというところではありますがこちらも大幅な下落とはなっておりません中国の GDP 予想を上回る結果となりましたが、まあ、香港反戦市場もそんなに上がってるわけではなくまたここで日経新聞ではね ウェルとかキャタピラーとか上がってるっていうふうに言ってましたがこれも別に上がってるわけじゃないということなんでまあフラットに見ておきましょうということですねそれよりも住宅着工件数が予想を上回ったことによってドル高金利高みたいなことが起こりましたがまあ株にとってはそんなにねフラットかなというふうに思いますそれよりも金利のこの上下何があったかなというふうに思うとやはり要人発言ということになりブラード総裁は で景気交代陥らずというふうに話をしてまして、その根拠としましては、ひとまず労働市場が堅調であり、リセッションに陥る、そういう時期じゃないねと、しかも銀行のストレス指標は今のところゼロだから、特に問題なさそうだと、でも利上げは2回必要だよということで、まあ、ちょっぴり高派かなというふうに思います。その一方で、アトランタ連銀のボスティック総裁はあと1回だというふうに言ってましたので、まあ、金利が上下しているのかななんていうふうに想像して まあその結果ですけども長期金利は一旦落ち着きましたのでハイテク株中心にまあどちらかというと買われてるというかまあフラットっていう形なんですかね。 そしてやはり決算に注目ということで、引け後のネットフリックス、明日の夕方にはテスラ、IBM が発表されますので、そこにはしっかりと注目をしておきましょう。テスラがここ2ヶ月間ぐらいも見合ってきて、雲の中にいるという状況ですから、上に触れるのか下に触れるのか、しっかりと注目をしておきたいという内容でございました。それでは今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとこんと分析するマガジンですが、現在、ラキールという銘柄を分析しております。発売後ににもうすでに、ね 40ぐらい上がってるんですねなかなかすごいなというふうに思って見ているんですがこの銘柄の訂正分析数字ではない分析の部分を今週お届けできるように分析していきたいと思います月額制、初月は無料になっておりますので概要欄の URL をまずはチェックしてみてくださいまた同じプラットフォーム内でメンバーシップを始めておりますメンバーシップに関しましては月額900円ではありますが読める内容は全く同じでございますのでどちらかを検討していただければ大丈夫ですよろしくお願いしますということで今日はこんな感じ 今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンをまた明日以降もこのような形でテクニカル分析朝7時目標で更新をしていきますので明日も聞いていただける方は是非チャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら